どうも皆さん、おじゃすってことで、ジャシンと申します。さあ、今回なんですけども、まあ私ですね、今までいろんなチャレンジ、まあ挑戦していったんですが、この DLC 第2弾ですね、が配信されて、もうこのゲームで一番高い推奨レベルのチャレンジが、追加されました。それがこちら、変異ガノンとの戦いと。まあいろんな怨念の敵がね、まあはびこる中、この変異ガノンと戦っていくっていう、まあチャレンジですね。そして推奨レベルが驚異の93と。はい、まあ、今までの最高がね91だったんですけども、それをね、まあ、2超えてくるという、まあ、割と難しいダンジョンになってます。今回はねこちらに挑んでいくと、まあ、メンツは、まあ、いつものようにリンク、インパ、シド、ハイラローと、まあ、安心安全の4人でいきましょう。そして、まあ、料理食いましょうか。もうここはもう万全を期して火力の高いやつを食べていこうか。これとかこれか、あとこれか。よし、ダメージアップ、高倍率のやつをちょっと食べてきます。3割ぐらい、もう俺もそう思う、まあ、3割ぐらい上がるという最強ですね。で、リンゴ、どうしようかな。一応これ、リンゴ出るんだよな。制限時間ありだけだから。まあ、買わなくていいか。じゃあ、じゃあ買わなくていいや。勝てるでしょ、多分。よし、来た。さあさあさあ。まあ、こういう感じか。怨念のライネルたちを倒すっていう、あれだったな。まあ、適当に。こっち指導で、ハイラローも、まあ、こっちかな。火の薬か。よし。じゃあ、リンクは正面行こうか。正面。ちょっと若干急がないと、やばそうだから。あ、待って。こんな感じなんだ。ちょ、待て。待て待て。見てろ。よし。いきなりビーム打ってくるとは思わなかった。さあ、小型ガーディアンも巻き込んでいく。1、2、3、4、5。OK?まずは、怨念のガーディアンにスマッシュを入れていく。小型ガーディアンは、一緒に撃破か。リンクね、やばいんだよな。はめるんだよな、これ。あの、ビタロック、使っていくと。今分かったか、今分かったかな?これ、見てて。これで、1、2、3、4、5で、はい。あ、やべえ、ちょ、ビタロック。あ、でもこれ、間に合う。よし。ビタロック、すぐにスマッシュ入らずに、ちょっとね、回復待つと、ここのタイミングで、ビタロック使えば、はめれるっていうムーブ。まあ、これちょっと、後で見せたいな。リンクが最強たるゆえんをちょっと、お見せしたい。リンクが最強というか、攻撃速度アップが最強っていうね、あれを見せたいんだよね。シド行くか。で、リンク、ちょっと、手持ち無沙汰だから、ここだな。ライネル、行ってもらおう。ちょ、待て。なんかいるし、なんであれ。待て。なんかいる。何待って、お前か。はい、このシドの連撃で。ちょ、これ邪魔だな。ちょ、邪魔すぎるこいつら。いった、待って、死ぬ。オッケー、ラッシュ。待ってこいつら火力高すぎて俺死ぬんだけど。やばい、マジでやばい。モリブリよりこいつらが強え。お前だよ。よし、オッケー、倒した。こいつら強すぎる。はい、かわして。いや、めっちゃ食らっちゃったな。ちょっと想定外だった。でさっきからなんか白銀のモリブリンが現れたとかなんかあるんだけど、どこにいるんだ。この拠点守るとかないよな、このゲーム。はい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 、はいと。オッケー、はめれる。シドもはめれるぞこれ。ウィエー。そして1、2、3、4。はい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 。でこれでビタロックして1、2、3、4、5ではめれると。強え、やっぱシド強えわ。さあこれでブレイクスルー。怨念のモリブリン倒して、じゃ次はインパ行こうか。でシドはまっすぐ行ってもらおう。ここはもう、ここもあれいいんじゃん、やばいやつ。あの目玉強すぎる。かわせね。やっぱマジか。よし、まずは陰を回収していく。そして目玉を壊したい。オッケーオッケー、ナイス火力だ。オッケー、いいね。やっぱカエル強えわ。そして見てください、もう溜まってます。使っちゃいましょう。もう3つ溜まってんのかよ。やっぱインパ最強だわ。インパはもうこのでかい相手にはもうめちゃくちゃ無類の強さを発揮する。一生打てるもんな。はい、スマッシュ。オッケー、変える。
なんだ、うわっ、なんだこの技、こんなのあったっけ。あ、ボムですね。はい、で1234で、インパは、あー何これ、こうなっちゃうの、使っちゃおう。 OK、 ちょっとあの Y4 からの X 攻撃が強化されたからさ、それ使いたいんだけど、インパちょっと難しいんだよな、それ決めるの。あ、倒しちゃった。まあいいでしょう、続けていっちゃいますか、こっちに。ウィズロビンの、おっ、かわした、いいね。ちょっと待って、それよりもやばいやつがいる。燃焼燃焼系燃焼系アーミの漆器。 OK、 スマッシュ、間に合った。ウィズロビン倒せないか、待って、氷。 OK、 危ねえ、反応した。ウィズロビン倒せないかな、これ火力で。オッケー、いいね。で、ここで、あー、待って、間に合わなかった。最悪、これ、これ登らない方がいいな、多分。乗らずに、あー、もうインパの火力が強すぎる。これでも食らうっしょ、これ。ほら、いいね。あい、強い。マジ強い。インパガチ強い。入ってくれ。これで、多分ハマると思う。いいよ。で、使っていくと。いいね。火力は十分だな。ただちょっと、取り巻きが強すぎて、俺のダメージ、火ダメがえぐいから、そこだけケアしないとまずい。あとは、弱点に与えていくと。OK! ガチロックも、クリア。待って、なんか、出た。何が出た？幻影出た、今。まずそうなのが、ハイラルをちょっとまずくないこれ。ちょ、インパ来てもらうか、こっち。ほら、幻影がいる。うわ、なんか、モリブリもいいんだけど。ちょ、ふざけんなって。強い。 OK、 どうしようかな、ボリーブリンから倒すか。 OK、 いいね、インパも来てる。 OK、 ナイス、かわしい。 OK、 入った。え、何これ、何今のこの渦、あれあれ入んない。あ、爆弾、これをこうして、1、2、3、4、5、いいね、強い。さあ、スマッシュ、白銀、違う違う違う、待って、鬼のヒョークス、 OKOK、 待って、幻影がいる、幻影がいるけど関係ねえ。あ、待って危ねえ。そしてハイラロ溜まっている。ハイラロ3つも溜まってんだけど、強っ。なんで、あ、なんか今レベルアップしたからか。なるほど、なんかいいタイミングでレベルアップ、調整、神調整じゃん。で、スマッシュ入れよう。これで倒したか、モリブリンが。これ倒したい。オッケー、ナイス。そしてまだ幻影がいる。2、3、4、いいよ、見たろ。え、当たってない、なんで。オッケー、入った。さあ、これでスマッシュ、これで幻影倒した。ナイス、いいね。さあ、次じゃあリンク行こうか。で、インパちょっとここ怪しそうだから、助けに行ってあげよう、シド。うわ、ここもいいのかよ。待って、どうしよう、どうしよう、どうしよう。ボムで、まずは奴の動きを。うーわ、最悪これ。もう超最悪。怖い。ちょ、うぜえ。どうしよう。ちょっと邪魔なやつ倒そうか。もう、久々使っちゃおう。オッケー？オッケー、倒した。いった！え？なんか、攻撃してきた。なんで、当たらなかったのか。爆弾？動き止めてもらって、オッケー。で、あと、残った時間でこいつを倒す。生きるはず。いや、痛いんですね。オッケー。やっべ、え、死んでるし、待ってよ。ちょ、そこさ、俺スマッシュでさ、あれしようと思ったんだけど、じゃあ無敵になろうと思ったんだけど、逆に、なんか逆の、あれやれだわ。ちょ、あの、言いたいことわかるでしょ、みんな。みんなまで言わさないで。ただ、これ何これ、何これ。ね、なんかやばいことになってる、こいつ。で、こうやってくれる。ちょ、このモリブリやべえわ。この浮いてるモリブリ。新種すぎてさ、どうしたらいいか分かんねえんだよ。もう、やばいやばいやばい。モリブリやべえよ。こいつ、どげんかせんと。あ、死んだ。やろうか。なんか、腑に落ちねえな、マジで。え、おい、今、右にかわしたんだけど。なんで、ちょ、やべ、コントローラー。ちょ、コントローラーのせいにしよう。で、壊して、なんか、あれだな。あの、シーカーアイテムの威力上がったかも。なんかすげえ削れるわ。OK。ちょっと回復が
やっぱ買ったけどよかったな、リンゴ。かなりきついわ、スマッシュ。さい。かわせる。それか。これはもう無視。で、これ貯めよう。きた。はい。で、これガードして、OK。時間をロックして、思考もロックしていく。スマッシュ。あ、これ確定です。勝った。リンゴ回収して。で、あとリンクは、憑依ガノンスに向けて、ちょっと必殺技も貯めておきたいところではある。ただ、時間があんまりないから、どうしようかなっていう話なんですけども。とりあえず、え？もうちょ、ふざけてるし、今のさすがに。なんなんだ、あいつ。なんかいたよな、あそこに。リンゴねえ。リンゴねえから、ちょっと。リンゴ回収して、マジ。待って、やばい。スマッシュ。だから、久々だ。ちょっと、言葉が出ない。まず一発。あ、なんか、入った。OK？ で、ちょっと、リンゴを使っちゃおうか。お前ちょっと死んでもらおう。これで。で、向こうで指導が戦ってくれてるから、こっちは安心して戦えるな。OK、スマッシュ。で、あれなんだ、マグロックか。マグロか。これ使っていいか。はい。早っ。削れんの早っ。で、スマッシュ行こう。で、これ、即座に、もうまたこれかよ。ふざけんなって、もう。なんかわからなくなってる。感覚がずりい。これはさすがにずりいわ。すごいな、めっちゃ食らってんだよ。あー、これじゃないんだよな、俺がやりたいの。使っちゃおう。これで多分シールドも削るから、マグロックはセーバー言い出す。だこれが最後じゃん、思ったけど。これ倒したらあと変異ガネオか。 OK で OK、 スマッシュ。今なんか時止まったわ。さあ弾けろ。 OK。 さあ新たな目的と。その前に、リンゴを食わせてほしいんですが、ないでしょうか。時間は別にないもんな。リンゴ回収する時間もおそらくあると信じていこう。1個あればいいんだよな。1個あるのとないのとでマジで戦況が変わるから。リンゴね。やべえ、リンゴ全然ねえ。どうしよう。めちゃくちゃ練り歩いてんだけど。めちゃくちゃ練り歩いてオーデルシュバンクしてんだけど、全然ないわ。きたー。めちゃくちゃリンゴ。めちゃくちゃ時間かかった、リンゴ探すの。こんなとこあったのが。待って。これめっちゃ宝庫だ。あーもう、ちょ、ルピーとリンゴマジで、ややこしいわ。この先にもあるんじゃないか。あ、ちょっと、ちょっとこれなし、さっきあったはずのリンゴが、ねえ、これリンゴってやっぱランダムなのか、確定であるわけじゃないのか、これ。え、ない。やばい。リンゴ消えた。ちょ、なんかスーパーでさ、買うからちょっと、なんでないの、リンゴが。なんでリンゴも支給されてないの、この世界は。ふざけんなって。よし。なんか、長い夢を見たようだ。これで、いけるかな？うん。やべ、ない。ちょ、ルピーしかねえ。マジで。よし。じゃあ、分かった。俺は、リンゴなしで、勝つ。これでいこう。もう、リンゴに甘えてた俺がバカだった。所詮、変異ガノなんて、リンゴなくても、勝てる。ノーダメで生きる。わかった。それで行こう。まあ見ててくださいよ。俺が変異ガノンをノーダメで倒すところ。ここ入ってたりしない？あ、ないっすか。そっか。これあれじゃないの？生まれというか原作にもあるよね、これ。メーベの宿場町みたいな、あったよね、これ。馬がこう走るところだよね、こう。あ、リンク来た。さあ行こうか。やろうか。変異ガノンさん。俺と戦おう。今攻撃してた。ああ、イライラする。ほんとイライラする、これ。もうなんか、行くのも無理だわ、これ。行けない。
ね、ちょ、行けないんだけど、行くことすら許されないこのゲームは。ふざけんな、ちょ待ってみんな、俺の実力こういうもんじゃないって分かってるでしょみんなも。ちょ見てて、草葉さん見ててくれよ。ちょ、諸悪の根源殺しとくか。薬剤ガノンがさ、この世界乗っ取ったと思うじゃん。実は違うんですよ、オクタがこの世界を乗っ取ったっていう説がね、まあ、まかり通ってはいると思うんですけども、いかがお少しでしょうか。でこれ貯めておいて行きましょうか。変異ガノンさん、はい、間に合う。 OK。 でこいつはやっぱ無理じゃねこれ、リンゴないと。お、来た、リンゴ来た、待ってリンゴ来た、待って、来た来た来た、1個しかないけど使おう。これでいこう。これで一発は受けられる。いや、一発受けられるんだったら全然いいぞ。あっぶねー、全部ガラした、つえ、うかつに攻撃できないこいつ。 OK、 まずは一発目、これどんだけ食らうんだろう。いや、勝った。カタルシスが来た、カタルシス来たわ。はい、うん、これビダロ使えないのやばいんだよな、さすがに。ガード OK。 でこれ第二形態もあるからな、それも気を配っていかないと負ける。これちょっとダメ稼ぐか。よし、ふう、こいつってさ、ロッド食らうのかな、試していい、ちょっと。あ、食らうわ、あんまり意味なさそう。 OK。 あ、でも結構意味あるか、それか。ロードローラーは懐に入れば大丈夫と。よし、これ第2形態入った、これ入ってるね。これ腕壊さないとダメなやつだ、まず。うわ、怨念にまみれている。しかしまだ耐えれる。あー、今ちょっとひよったな。ビタルでいこう、で削っていく。いいよ、オッケー、まだ腕壊そう。オッケー、で左腕も削っていく。削れてる、微妙だね、かわせないの今の。ただこれね、殴った後も怨念がまみれてるから気をつけた方がいいよ、俺やる際は。よっしゃ、かわしたと思って近づくと怨念食らって死ぬから、これ学んだ俺。オッケー、さあさあさあ、これ勝ちじゃないこれ、普通に。あと必殺技使ってもおじゃんでしょ。でここ削っておいて、ダメですよ、そのことしたら。あっさい、さあこれでいいね。ただ本体削ってるのあんまり良くないか。間に合うか、来た来た、勝った、確定演奏なし、しかし勝った。もうめちゃくちゃ疲れたこの試合。もうでも試合、このチャレンジの半分はリンゴ探しですね、これ。完全に。あ、でもクリアタイム早いな。あざっす。完全リンゴ探しタイムが長すぎた。ちょっと反省だな。さあ、戻ってきた。いやー、リンゴやっぱ6個持っとくべきだな。こういう難しいチャレンジは。多分これアポカリプスだったら、マジで精神壊れると思う。あの、目玉の遠距離攻撃が痛すぎたな。他は別にそうでもないんだけど、あと幻影とか来るとさ、3対1とかになるから、それがきついね。まあ皆さんもね、この変異ガノンとの戦い、こちらに挑む際はぜひお気をつけくださいということで、皆さんお疲れ様でした。次の動画でお会いしましょう。それじゃ、バイバイ。